Hey guys、 月ヨガチューブの月です。今日から毎日7日間全身引き締めチャレンジを行います。インスタグラムの投稿かハイライトからリングの画像も使ってぜひシェアしてください。必要なのはマットとドリンクだけ。7日間の変化を楽しんで一緒に頑張りましょう。1日目は腹筋5種目です。早速始めていきましょう。まずはストレッチです。背骨を柔らかくしておくことで腹筋が効きやすくなります。ここからエクササイズです。手首が痛くなりやすい人はマットを折ってクッションを作りましょう。まずは右足、左手を前後に伸ばして吸う呼吸で前後に伸び、吐く息で肘、膝近づけます。背骨を動かしながら吐く息で腹筋を縮めます。まずはダウンドッグの姿勢になり、片足を天井方向に伸ばして膝を曲げ、プランクの体勢になります。しっかりと膝を胸に引き寄せながら腹筋にアプローチ。上半身はマットと平行になるように背筋まっすぐです。今度はくびれラインを作るサイドプランクツイスト。軸の手は肘をつくか、手のひらをついて肩の下に手首、上の手を伸ばし脇腹の下を通します。肩を丸め込むようにツイストしましょう。反対側も同様に。両足は揃えるか、足を前に出してクロスしても OK。コマスターン。ラスト、シザーズキックです。両肘をついて足を斜め上に伸ばしたらクロスしながら4回上、4回下、繰り返し行います。できるだけ上から下まで大きく動かしてみましょう。下腹部に効果的です。最後はできるだけ下で止めてキープ。できるだけ遠く、腰が反らないように注意して下腹部を使いましょう。ラスト5秒。OK、リリース。お疲れ様でした。最後は楽な姿勢で座り直してお腹を伸ばしましょう。
大きく吸って、たっぷり伸びたら吐いて側屈。反対側の脇腹も伸ばします。両手を解放。最後は3回深呼吸です。ラスト、手を合わせて胸の中心。1日目お疲れ様でした。7日間一緒に頑張りましょう。ここまでできた方はチャンネル登録と高評価、通知ボタンを押して次の動画でお会いしましょう。 Have a nice day。